レゾリューション、レゾリューションは18世紀のイギリスの小型ホブネ。ジェームズ・クック第2回航海では、第3回航海ではの第2回と第3回航海の船。史上初めて南極圏への突入を果たしたホブネである。クックの第1回航海でエンデバーがグレートバリアリーフで座礁し危うく沈没しかけた教訓のもとにイギリス海軍省は 次回の探検公開では2隻の船を用意することを決定した。レゾリューションは、元は三小半線の石炭運搬船、グランビー公爵として、ノース・ヨークシャー州ウィトビーで1770年に建造された。1771年海軍省は、両船と共に同船を購入し、スループ船ドレークとして登録した。しかし、 ドレークという名がスペインを刺激することが危惧され、1771年12月25日レゾリューションと、改名された。レゾリューションは、全長33.7メートル、全幅11メートル、重量462トン、喫水13フィート、定員112名、両線アドベンチャーは一回り小さく重量298トン、定員81名。レゾリューションは、 テムズ川下半のデッドフォードで偽装を施され、当時最新鋭のコンパス、氷いかり、浄水装置、海水淡水化装置、水の脱臭装置、そして十二門の方などを装備した。費用は4151ポンドに上った。第二回公開には、博物学者、ジョゼフ・バンクスも同乗する予定であった。公開の重要な財政的パトロンでもあったバンクスは、 メシスカ6人とホルン奏者2人を含む17人の自らの随行員を収容するためにレゾリューションの改造を申請した。船は一旦希望通りに改造されたが増設された上部甲板のために安定を失い海軍監査局は安全な航行が不可能と判断した。結局、レゾリューションは元の姿に戻されることになった。これにさらに6565 65ポンドが費やされた。 バンクスは憤慨して、公海から降りてしまった。バンクスの代わりに、博物学者として、プロイセンのジョン・ラインホルド・ホスターが加わった。アドベンチャーの指揮官には、トバヤス・ファーノーが任命された。海軍省が最も力を入れた装備品は、クロノメーターであった。クックは、第一回公開では、隊員票を用いて複雑で手間のかかる計算で、経度を決定したが、 精密時計によって正確なグリニッチ標準値が分かれば、時差から軽度は簡単に決定できる。海軍は精密時計のコンテストを開催して、ジョン・ハリソンが発明したクロノメーターを選び、天体観測のために天文学者、ウィリアム・ウェルズを同乗させるとともに、ラーカム・ケンドールとジョン・アーノルドが作成した4台の複製品を積み込んだ。ラーカム・ケンドールのクロノメーター計1は、 第2回公開で極めて正確に作動し、クロノメーターはイギリス海軍に正式に採用されるようになった。改造をめぐる一連の騒動のせいで船の出来を心配する国王ジョージ三世に一つの欠点も目につかぬほど立派な船だと申し上げた、とクックは自筆原稿による公開日誌に記している。1772年7月13日。 レゾリューションはアドベンチャーを伴ってプリマス港から出版した。1773年1月17日、レゾリューションは南極圏に初めて突入し、その後もさらに2度の突入を果たした。1773年2月3日の3度目の突入が最南で南位71度10分、成計106度54分に到達した。つまり、 クックはもう少しで南極大陸に遭遇できるところであった。ここに至って、クックは王立協会のアレキサンダー・ダルリンプルが首相した南方大陸が存在しないことを確認し、第2回公開の目的は達成された。1773年7月30日レゾリューションはイギリスに帰還した。第2回公開におけるレゾリューションの上院の病死者はわずか1名だった。 クックの第3回航海の目的は、北極海を抜けて太平洋と大西洋をつなぐ航路、北西航路を探索することであった。クックは第2回航海から帰還後、名誉職であるグリニッチの海軍病院の院長に任され、半ば引退状態にあったが、海軍大臣サンドウィッチ博に自らを第3回航海の指揮官として推薦し、認められた。しかし、 準備期間は短く、レゾリューションは前回の寄港後に十分な修理を受けなかったため、クックは出版直後から雨漏りや浸水などの不調に悩まされ続けた。前回の両線アドベンチャーは廃線になり、新たに1776年1月5日にディスカバリーが海軍省によって購入された。ディスカバリーは重量298トン、定員70名であった。 1776年7月12日、レゾリューションは、プリマス港から出版した。しかし、チャールズ・クラークが指揮を取ったディスカバリーは、兄の借金問題に巻き込まれたクラークが、出版直前に逮捕投獄される騒ぎのために、彼の出国を待って、約3週間遅れて出版した。クックラは、北米太平洋側を北上し、アラスカ沿岸の測量を行いながら、 ベーリング海峡に入ったものの氷に阻まれ、北極海に入ることはできず、目的の航路を発見することはできなかった。しかし北洋への航海の途中に、ハワイ諸島を発見し、サンドウィッチ博にちなんで、サンドウィッチ諸島と命名している。1779年2月14日のハワイにおけるクックの死後、レゾリューションの揮はクラークが引き継いだが、同年8月に、 彼が結核で死亡したため、さらにジョン・ゴアに引き継がれた。キロ、日本列島沿いに南下し、1779年11月1日に、富士山を目視している。1780年8月、イギリスに帰還したが、風に入港を阻まれ、一旦北上して、オークニー諸島の港に入港した後、1780年9月30日、ヤーマース港に闘病し、航海を終えた。 1780年には武装輸送艦に改装され、1781年3月にインドに出版した。しかし、1782年6月9日、フランスのサフィレン提督率いる艦隊のスフィンクスに打破された。ネガパタンの海戦に参加した後、木材、ビスケット、作具の積み込みと船員の捜索ためマニラに派遣された。 レゾリューションは1782年7月22日に出版したが、その後の行方は、用として知れない。1783年6月5日の記録に、サフレン提督は、レゾリューションが澄んだ海峡で最後に目撃されており、その後、浸水して沈没したか、イギリスに打破されたのではないか、と記している。 メルボルン・アーガス氏の1879年2月25日の記事に、レゾリューションは、リオデジャネイロで、ポルトガル籍の石炭倉庫船として、最後の日々を過ごした、とあるが、記事の審議は確認されていない。ニュージーランド総督のゴールウェイ司爵は、レゾリューションの選手像と称するものを所蔵していたが、写真で確認すると、それはレゾリューションを描いた、水彩画に見られるものとは一致していない。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。